いざ行く。移動中よ。戦闘開始。移動中よ。軍需品の製造工場入場。思ったよりも広いですね。ラプチャーと戦い始めてから火器がどんどん大きくなりました。一時進行末期まで稼働してた工場だから、一般常識ですけど、シフティは教育時間に眠ってたから頭が悪いのですね。すみません。で、スキャン装置はどこ？シフティ、浄化シーケンス開始。あ、はい。終わったら高密度のところから確認して、中心部付近のチェックよろ。はい。その次は。厳しい教育を受けてますね。まあ、プロトコールはこの分野では強いものね。いくら中央政府の情報部でもちょっと劣るみたい。でも、滅多にない機会よ。実戦で鍛えられたニケに教育を受けるのは悪くないと思うわ。でも、エクシアも優しいですね。手取り足取り教えてくれて。うん、めんどくさいからやらせてるだけかな、多分。まあ、役に立つのは事実でしょうから。ところで、ラピも大変ね。少しね。言葉には気をつけてるつもりよ。北部ではあまり一緒にいなかったから大丈夫だったけど、今はまた状況が違うから気をつけないと。知っている人もいれば知らない人もいる。もっとややこしくなったわね。シフティにも教えたらどうでしょう。それは危ないわ。シフティは中央政府と密接な関係にあるもの。やっぱりアニスは疑い深いですね。あなたね。スキャン装置の位置把握を完了。マップにマーキングします。思ったより早かったわね。私なら100倍は早いですけど、工学のために見守りました。もっと精進します。みんな一緒に元気出してみる？ラピが教えてくれたよね。全身全然音が…まる、今からたくさんも使います。スパイクショット！って終わらせてあげる。やっぱりお金で黙らせるのが一番だ。あそこに戦闘を始めるわ。いざ入荷。お仕置きしてあげる。装填するわ。全身マッキーマッカスタマミナの力を守りましょうか。勝ちましたね。指揮官はお怪我などございませんか？今戦闘を始めるわ。いざ入荷。剣だと甘く見たら首が吹っ飛ぶぞ。
マネーが熟しなく天地万物を切るとはこういうことです。皆の衆、心ゆくまで楽しむがよい。勝ちましたね。指揮官はお怪我などございませんか？移動中よ。あそこに行けばいいですか？今行ってるよ。あそこに行けばいいですか？あちらに行ってみ、戦闘開始。あちらに行ってみましょうか。かっこいい姿見せてあげる。では、早速一杯やりに行くとするかね。いざ行く。ディスカウント！あちらに行ってみましょうか。本気で行ってみようかしら。いざ入荷。すごく大きいですね、このスキャン装置。火器が大きいからスキャン装置も当然大きいのです。ネオンは応用力が足りないのですね。このスキャン装置に載せればどんな物質で構成されているのか事細かに教えてくれます。中弾を乗せてみましょうか。コネクティングデバイスをつなげてください。シフティ、操作を。あ、はい。ちょっと待ってください。私がやります。シフティは地雷探しゲームでも。容赦ないんですね。容赦ないわよね。ちなみに完了するまで少し時間がかかります。ラプチャーが来ます。だからそれまでスキャン装置を一生懸命守ってラプチャーを倒してください。みんな一緒に元気出してみる？
ちましたね。指揮官はお怪我など。状況終了。スキャンも終了。抗生物質が出ました。はい、ただの平凡なライフル用の弾丸です。ただ変なものが一つ混ざっています。アンチェインド。アンチェインド？何か知ってますか？あ、いえ、初めて聞きましたね。アンチェインド。アーク内のデータベースを漁ってみます。皆さんは戻ってください。これで終わり？終わりです。指揮官ラジャ、移動中よ。いざ行かん。あそこに行けばいいですか？あちらに行ってみましょうか。あそこに行けばいいですか？あそこに行けばいいですか？移動中よ。今行ってるよ。いざ行かん。移動中よ。いざ行かん。あちらに行ってみましょうか。今行ってるよ。あちらに行ってみましょうか。今行ってるよ。あそこに行けばいいですか？あそこに行けばいいですか？今行ってるよ。あそこに行けばいいですか？いざ行かん。いざ行かん。あちらに行ってみましょうか。あちらに行ってみましょうか。今行ってるよ。あちらに行ってみましょうか。いざ行かん。いざ行かん。あちらに行ってみましょうか。今言ってる。ディスカウント。いざ行かん。早く終わらせてショッピングしなきゃ。あれ、倒れちゃいました。勝ちましたね。指揮官はお怪我などございませんか？あちらに行ってみましょうか。移動中よ。今行ってるよ。いざ行かん。あちらに行ってみましょうか。あそこに行けばいいですか？あちらに行ってみましょうか。そこに。こやつらを切ればいいのかい？移動中よ。かっこいい姿見せてあげる。お金で黙らせるのが一番だ。
いざ行か。まあ移動中よ。マネーパワーで絶対勝ってみせる。ほらね、みんなの力を合わせればすぐに終わるでしょ。今行ってるよ。移動中よ。あちらに行ってみましょうか。今行ってるよ。あちらに行ってみましょうか。あそこに行けばいい。まあ出てきて。いざ言うか。こやつらを切ればいいのか。今行ってるよ。ディスカウント。今行ってるよ。あそ戦闘を始めるわ。移動中よ。早く終わらせてショッピングしなきゃ。私よくできましたか。移動中よ。いざ入荷。ディスカウント。あちらに行ってみましょうか。かっこいい姿見せてあげる。全部うまくいったんですね。指揮官かっこいいです。移動中よ。いざ行か。今行ってるよ。移動中よ。あそこに行けばいいですか。いざ行か。あそこに行けばいいですか。あちらに行ってみましょうか。いざ行か。まあ今行ってるよ。ああ困りましたね。アーク内のデータベースにアンチェインドありません。記録が消去されたのかな。名前を消されたから後続措置によってデータが消されたと考えた方が妥当。シフティ、中央政府のデータベースにアクセスできますか。いいえ、私はそんな権限は持ってなくて。中央政府のデータベースをハッキングします。はい。あなた正気なの。バレたらどうするの。バレなければいいんです。
私は気になる状態が世界で一番嫌いです。ハッキング開始。あの、本気ですか？私はいつでも本気ですよ。集中したいからちょっとだけ静かに。私はどうしましょう。そうね、知らないふりしてたら？私の職場がハッキングされていますけど。みんな一緒に元気出してみる？みんなチームで一緒に冷静だったのに。みんなの集中、少しだけ耐えて。私、よくできましたか？全身マネー、キーナス、たくさんも使います。みんなの衆、ここから行くまで楽しむがよい。ノーティス、あちらに行ってみましょうか。今行ってるよ。移動中よ。今行ってるよ。あそこに行けばいいですか？いいぞ、ユカ。あそこに行けばいいですか？あちらに行ってみましょうか。今行ってるよ。あちらに行ってみましょうか。移動中よ。戦闘開始。あそこに行けばいいですか？あちらに行ってみましょうか。こやつらを切ればいいのか。移動中よ。あそこに行けばいいですか？戦闘を始めるわ。あそこに行けばいいですか？いいですか？
バレた。なんですって？おかしい。地上を経由して仕掛けたのに、私の位置までバレました。トライアングルが来ていますね。こんなに早いわけ。ちょっと待ってください。じゃあ、これからどうなるんですか？心配ない。記録されない回線を使ったから。そうじゃなくて、エクシアはどうなるんですか？あ、そういうことか。皆さん、私は脳を燃やします。秘密は重要ですから。ちょっと、あなた、まさか私のために。待って、エクシア、何するのよ。はーい。エクシア。射殺完了。処理チームをお願いします。欲張りすぎたわね。中央政府にハッキング。これは殺されても何も言えないわ。皆さん、これは。ビデオ通話？どこへ繋がって？私が切りました。死んでないわよね。ねえ。そうですよね。そう思います。多分。アークへ戻りましょう。最短ルートを探します。早く終わらせてショッピングしなきゃ。お怪我などございませんか？あちらに行ってみましょうか。今行ってるよ。いざ行か。移動中よ。いざ行か。今行ってるよ。あちらに行ってみましょうか。あちらに行ってみましょうか。あちらに行ってみましょうか。あそこに行けばいいですか？今行ってるよ。こやつらを切ればいいのかい？移動中よ。わあ、すごいたくさん。全部うまくいったんですね。
機関かっこいいです。移動、戦闘開始。あちらに行ってみましょうか。バイキンみたいに危険な方たちですね。しましたね。指揮官はお怪我などございませんか？移動ディスカウント。いざ入荷。お仕置きしてあげる。では早速一杯やりに行くとするかね。あちらディスカウント。移動中よ。治療してから行きましょうか。勝ちましたね。指揮官はお怪我などございませんか？あそこ、戦闘を始めるわ。あちらに行ってみましょうか。地雷原だわ。シフティ、スキャンをお願い。はい。スキャン完了。マーキングします。急ごう。はい。早くワークへ。ネオ、足が、私の足どうしちゃったんでしょう。
動きません。地雷よ、心配しないでいいわ。直撃してはないから。衝撃波でフレームが固まっただけよ。もう少ししたら動けるようになるわ。シフティ、どういうこと？すみません、地雷が小さすぎてスキャンが。大丈夫です、もう動けますから。ありがとうございます、師匠。指揮官、爆発音を聞いてラプチャーが集まっています。ラジャ、マネーパワーで絶対勝ってみせる。この次の一手が映像だ。では、早速一杯やりに行くとするかね。状況終了。お疲れ様でした。引き続き進んでください。進み続けると、帰還ルートに入れます。距離は？おそらく、10分ほどかかると思います。ラジャ。ここに行けばいいですか？あちらに行ってみましょうか。あそこに行けばいいですか？こやつらを切ればいいのかい？移動中よ。かっこいい姿見せてあげる。お怪我などございませんか？いざ戦闘開始。移動中よ。早く終わらせてショッピングしなきゃ。よっしゃ。さようなら。みんなの手術、少しだけ待ってくれ。リロード。全部いなく、さすがの力を持ってるぞ。ちょっと守りくださった。
移動中よ。いざ行か。あちらに行ってみ、まあ出てきてしまいましたね。今行ってるよ。剣だと甘く見たら首が吹っ飛ぶぞ。では早速一杯やりに行くとするかね。あそこに行けばいいですか。いざ行か。あちらディスカウント。今行ってるよ。大金みたいに危険な方たちですね。命拾いしたら重病だけれど、せっマネーガンジ今からたったの2回も一緒に撃てばゴリックショット。勝ちましたね。指揮官はお怪我などございませんか。移動中ディスカウント。今行ってるよ。前方ロード級のラプチャー。シフティ。はい。ちょっと何してたの。え、はい。ロード級を肉眼で確認するまで何してたかって聞いてるの。私たちを殺す気？すみません。アニス、シフティは今エクシアのことで。死んだのは仕方ないし、私たちは。もう。オペレーター。はい。あなたは誰？はい。私は中央政府の情報部所属。もう一度聞くわ。あなたは誰？あなたは誰？ラピは記憶消去されたのに、相変わらず勘がいいんですね。じゃじゃーん！シフティはミシリスの CEO、主演でしたわかったの？中央政府情報部のカリキュラムは最高なはずなのに、教育を受けているようには見えなかった。行動があまりにもバカすぎたから。ああ、オペレーターって難しいわ。浄化シーケンスまではなんとかできたけど、他は到底無理よ、無理。プロトコール分隊のエクシアが気づかないほどだし、よほど徹底的に準備したようね。あばら骨の治療のせいで1ヶ月も病院のお世話になったのよ。その間どうやったらお前たちに復讐できるのかすごく考えたんだから。それでディープフェイクを使うことにしたのよ。1ヶ月も準備した甲斐があったわ。みんなまんまと騙されちゃって。どうだった？本物みたいだったでしょ。すごい演技だったでしょね。シフティはどこ？定期の合宿訓練。そこで1ヶ月前から教育を受けてるわ。ああ、じゃあ最初からシフティのふりをしてたの？そうだろう。
あなたがエクシアを売ったの？そうよ。中央政府をハッキングだなんて度が過ぎるでしょ。そろそろ気づかれそうだったからついでに片付けちゃったわ。ところでお前たち、途中通信が一回切れた後プロトコールの鉄くずと合流してたけど、何の話をしてたのねえ。秘密の話に決まってるでしょ。まあどっちにしろ興味ないけどね。とにかく自分のいたずらの邪魔になりそうだったからエクシアを始末したってことね。誤解があるようだから言っておくけど、中央政府のハッキングは歴史とした犯罪よ。私はアークの市民として義務を果たしただけ。中央政府の詐称も犯罪よ。こっちは大丈夫。あいつらが私に手出しできると思う？お前らも同じよ。できるかどうかまだわからないわよね。おお、怖い。怖すぎるから援軍を呼ばないと。コーリングシグナルよ。ラプチャーを呼ぶ魔法の信号。本当に覚えてなさいよ。まあ、鉄くずが人間を脅迫？キャー、怖い！ラプチャー様、助けて！時間ですよ。もう痛くないですね。マネーが今からたくさんも使います。大金よ、トーリングショット。ほらね、みんなの力を合わせればすぐに終わるでしょ。状況終了。うん、おい、私、こんなことなかなか言わないんだけど、お前、私の下につく気はない。役員レベルの地位を上げるから。そう、私も言ってみただけ。じゃあ、頑張って戻って。私はアンチェインドの調査があるから。バイバイ。あいつ、あの方がどうしてアンチェインドを？トーカティクの捕獲を命じたのと何か関係があると思う。今はアークに戻りましょう。